はい、どうもこうです。本日もですね、ご視聴ありがとうございます。ちょっとですね、最近確定申告の準備でバタバタしててすっかり忘れてたんですけども、今日富士フイルムからですね XT4 のですねカメラが発表されたので、まあそれについてのですね動画を撮っています。はい、スペックなんかをですねちょっとご紹介していきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。では始まります。はい、改めましてこうです。本日もですねよろしくお願いいたします。今回ですね、富士フイルムからとと今日、2月26日にですね、あの X マウント採用のミラーレスカメラ、富士フイルム XT4 がですね発表されました。はい、シルバーとですねブラックの2色になっています。はい、こちらがですね発売日が4月の予定ということでですね、まあもうちょっと先なんですけども、発表がですねとうとう今日されました。まあずっとですね、まあホームページの方でカウントをされてたんですけども、私ちょっとですね最近バタバタしてて本当にですねちょっと忘れてて今日急遽ですね、まあ動画撮って、今回ですねこの動画の方を、ご紹介しています。はい、というわけでですね、まあ XT4 についてですねちょっとですね触れていきたいと思います。最後までご覧ください。で、価格の方はですね、まあ、オープン価格という風になってるんですけども、店頭予想価格がですね、まあ、ボディ単体の方、こちらがですね、まあ、税別で20万4500円前後と言われています。レンズキットの方なんですけども、レンズの方はですね XF16 から 80mm の F4ROISWR というですね、まあ、レンズがですねついて、税別で26万4500円という形になっています。だいたいですね、まあ、このレンズをつけると6万円、プラスされて、買えるということになりますね。まあ、今回ですね XT シリーズとしてはですね、まあ、初めてとなる、まあ、ボディ内手ブレ補正をですね、まあ採用されたということで、ちょっとですね、まあ、楽しみな、カメラになっています。で、実はですねこの手ブレ補正なんですけども、かなりすごいんですよ。この手ブレ補正、今回ですね、富士フイルムが載せてきた手ブレ補正なんですけども、なんとですね、シャッタースピード約 6.5 段分のですね、ボディ内手ブレ補正がついているということで、6.5 段分ですよ。先日ですね、オリンパスの世界最高の7段分のですね、手ブレ補正がついたカメラをですね、まあ、ちょっとご紹介したんですけども、今回もですね、まあ、富士フイルムがですね、出してきた、初めて搭載するんですけども、ボディ内手ブレ補正をですね、それで 6.5 段分のですね手ブレ補正がついてるんですよ。すごくないですか？マジすごいですよね。これね、 6.5 段分の手ブレ補正ってもうすごいですよね。これだけですね、まあ明るく、シャッタースピードをですね稼ぐことができたらですね、まあいろんなシーンに使うことができると思います。で、センサーの方はですね、全モデルのですね XT3 とですね、まあ同じものを採用しているんですけれども、画素数がですね、まあ、約2610万画素になっています。エクストランス CMOS4 という形でですね、まあ、裏面照射型をですね、まあ、搭載して、画像処理エンジンがですね X プロセッサー4というのをですね、まあ、組み合わせています。まあ、XT4 ではですね、まあ、シャッターユニットがまあ新しくされていて、メカシャッターの方でですね1秒間にですね15コマ撮影することができるんですよ。すごいですね。1秒間に15コマですよ。めちゃくちゃ連写機能高いですよね。で、この他ですね、シャッター耐久性っていうのが30万回なんですよ。30万回ですよ、約。すごくないですか？30万回シャッターに耐えれるってですね、めちゃくちゃ、耐久性の高いカメラになってますよね。で、AF もですね、めちゃくちゃ速くなってて、最速で 0.02 秒なんですよ。めちゃくちゃ速くないですか？これ。すごくないですか？ 0.02 秒ですよ。めちゃくちゃ速いんですよ。今までのですね、富士フイルムのカメラから見るとですね、0.0 秒、めちゃくちゃですね、AF 速くなってると思います。XT3 からですね、まあ、AF ってめちゃくちゃ良くなったって言われてるんですけども、さらにですね、この XT4 ではですね、めちゃくちゃ AF がですね、良くなってるっていう風にですね、本当にですね、このスペックだけで感じました。で、今回からですね、新たに静止画とですね、動画の切り替えボタンっていうのもですね、採用されているみたいなんで、その切り替えっていうのがですね、本当に簡単になっているので、動画もですね撮りやすい、写真も撮りやすい、そんなですねカメラになってるんじゃないかなというふうに思います。で、注目すべき点はですね、まあミラーレスってやっぱりですねバッテリーが弱いっていうふうにですね、まあ私散々前の動画でも言ってきたんですけれども、今回ですね富士フイルムは大型のですね、まあ、バッテリーをですねやっぱり載せてきました。で、新たにですね NPW235 というですねリチウムイオンタイプのですね、まあ、バッテリーを載せてきたんですけれども、これによってですね、まあ、撮影
影可能枚数というのがですね、まあ、約500枚という形になっています。例えばですね、ニコンの Z7 とか Z6 なんかはですね、まあ、大体400枚なんですよ。キャノンの EOS R なんかは340枚とかその辺なので、結構ですね、まあ、これに比べたら富士フイルムの500枚というようなですね、かなりいい方なんじゃないかなというふうに思っています。ソニーの α7 III の場合はですね、約710枚なので、まあ、この辺にはですねちょっと及ばないんですけども、それでもですね、まあ、500枚撮影できるミラーレスのカメラってですね、まあ、結構大容量のバッテリーを載せてきたなというふうにですね感じました。ちなみにですね、まあ、エコノミーモードっていうのがあって、まあ、それを使えばですね600枚ぐらいまでですね撮影できるということなので、まあ、ちょっとですね、あのどういった形でその、写真にですね影響するかわかんないんですけども、こういったですね機能もあるので、まあ、本当にですね、多くたくさんですね、写真が撮れるカメラになっていると思います。はい、ちなみにですね、まあ、バッテリーグリップっていうのがですねこれあるんですよ。 XT4 のですね、で VGXT4 っていうですね、まあ、バッテリーグリップがあるんですけども、これをですねつけると本体内のバッテリーと合わせて最大ですね1700枚のですね連続撮影が可能なんですよ。すごくないですか、1700枚ですよ。はい、これですね、普通に一眼レフと変わらないぐらいの撮影枚数なので、うん、まあ、ミラーレスとしてはですね、まあ、かなりいい方だと思います。1700枚も撮れるからですね、うん、本当にですねちょっと欲しくなってきました。やばい、 XT4 欲しいですね。やばい、めっちゃ欲しくなってきましたね。自分で喋ってて本当にちょっとあのこれ欲しいなっていう風に思ってきました。 XT4、 はい、大容量のですねバッテリーが採用されたという風に言ったんですけども、動画機能がですねすごい改善されてるっていうかですね、良くなってるんですよ、他のカメラに比べてですね。それがですね、フル HD でですね 240p のですね撮影がですね可能になってるんですよ。これってですね、まあ、最大10倍のスローモーションがですね撮影可能なんですよ。他にですね 240p を採用している、まあ、このクラスのですね、ミラーレスカメラってないんですよね。ソニーもですね 120p でまでですし、ニコンも 120p まで、キャノンに関しては 60p までなんで、本当にですね、まあ、ここフル HD で 240p までですね撮影できるようにしてきたっていうところがですね、本当に富士フイルムがですね、まあ、本当に勝負に出たなっていうふうにですね感じました。で、主な仕様をですね、まあ、振り返っていきたいと思います。センサーがですね、約2610万画素という形になっています。XTRANSCMOS4 センサーというのをですね、載せてきています。で、画像処理エンジンというのがですね、X プロセッサー4というのをですね、まあ、載せてきています。はい。で、ISO 感度なんですけども、こちらがですね、160から12800になってますので、ちょっとですね、高感度に弱いのかなというふうにですね、まあ、スペック面ではですね、まあ、ちょっと感じたんですけども、まあ、どうなんでしょうね、まあ、APS-C サイズのですね、まあ、カメラなので、まあ、若干フルサイズに比べたらですね、あの高感度には弱いのかなというふうにはですね、まあ、思ってますけども、手ブレ補正がですね 6.5 何分あるからですね、これすごいですよね。で、シャッター速度がですね、メカニカルシャッターが1000分の1秒になっています。で、バルブがですね最長で60分まで撮影可能になっていますね。電子シャッターがですね 32,000分の1秒が撮影可能になっていますね。で、まあ、フラッシュの同調速度っていうのがですね、250分の1秒以下からですね、まあ、フラッシュ、ストロボですね、対応しているっていう形になっています。で、先ほども言いました手ブレ補正がですね、センサーシフト方式5軸補正のですね、まあ、最大ですね 6.5 段分、すごい 6.5 段分の補正がですね、可能ということでですね、まあ、すごいですね、 6.5 段分ちょっとマジで欲しいな。手ブレ補正が 6.5 段分か。いや、ちょっとめっちゃ欲しいですよね。で、動画時はですね、まあ、電子手ブレ補正っていうのが使えるみたいですね。で、連写がメカニカルシャッターの方が、まあ、最大で1秒間に15枚、撮影ができます。で、電子シャッターの方が1秒間に20枚、撮影が可能という形になっていますね。で、ファインダーの方なんですけども、こちらがですね、0.5型の有機 EL を採用してきてますので、ファインダーを除いてのですね、モニターっていうのがですね、369万ドットあるので、めちゃくちゃですね、綺麗なですね、映像でですね、まあ、ファインダー覗きながらシャッターが切れるという風になっています。はい、ちなみにですね、まあ、背面モニターの方なんですけども、こちらがですね3型のバリアングル式のタッチパネル、の TFT カラー液晶モニターになってますね。こちらがですね162万ドットなので、まあ、あんまり綺麗ではないと思うんですけども、そうですね、
この辺もうちょっと、綺麗なモニターにしてほしかったと思うんですけども、まあファインダーの方がですね、まあ、結構綺麗な、モニターになっているので一般的なミラーレスとあんまり変わらない APS-C サイズのですねミラーレスと変わらないようなですねモニターになってるんですけど、やっぱバリアングル式はいいですよね。ミラーレスで撮影するのにもうバリアングルなんかですねめちゃくちゃ使い勝手いいんですよ。本当に縦もですね横も、すごい上も下もですね本当に使いやすいのでバリアングルですね、これですね本当に、まあ、いろんなですねミラーレスにですね私は採用してほしい機能なんですけども、これがですね、まあ、採用されて本当に良かったですよね。このXT4 の方に、うん、これですね本当欲しいですね。めちゃくちゃちょっとスペック喋りながら本当に欲しくなってきたんですけど、で記録メディアが、まあ、SD カードとかですね SDHC、SDXC カード、対応になっています。でバッテリーの方が NPW235 っていうですね、まあ、大型のですねリチウムイオンタイプをですね、まあ、採用してきてますので、先ほども言いました通り、大体ですね500枚の撮影がですね可能になっています。はい、でグリップをつけるとですね1700枚もですね撮影できるので、すごくないですか、1700枚もですねバッテリーグリップですねつけると撮影できるので、まあ、本当にですねいろんなシーンで使えるカメラになるんじゃないかな、これ結構人気になるんじゃないかなというふうにですね思っています。はい、で動画の方がですね、まあ、4K で約110分撮影可能という風になっています。まあ、この辺はですね 4K でですね110分もですね撮影できればですね結構すごいと思いますよ。うん、4K で110分ですからね、うん、結構長い時間撮影できるんじゃないかなというふうに思います。で重量がですね、まあ、バッテリーと SD カードを含むと、607g で含まなかったらですね 526g という形ですね、まあ、結構軽いですよね 600g、うん、そんなに重い感じはしないですよね。これが、まあ、800g ぐらいあると一眼レフとあんまり変わらないぐらいなので、D780 が840なので、それに比べてですね 607g なので、まあ、本当にですね軽いミラーレスっていう形になっていると思います。とここまでがですね XT4、発表された、スペックの内容になっています。やっぱりですね 6.5 段分のボディ内手ブレ補正すごいですよね。で動画のですねフル HD で 240p、 この辺ですね、もう本当にですねすごい機能をですね富士フイルムに載せてきたなというふうに思いますので、これ4月ですね本当発売されたら買おうかなというふうにですね思っちゃうぐらいっていうかですね本当買うかもしれないです。富士フイルムに乗り換えちゃうかもしれないんですけども、本当にですね XT4 にですね、まあ、このそれぐらいですね本当にスペック素晴らしかったです。はい、これ見てですね、まあ、富士フイルム本当に勝負に出てきたなというふうに思いますので、まあ、これからのですね縮図っていうのがですね、まあ、結構、富士フイルムにですね流れる人多いんじゃないかなというふうに思ってます。現在もですね、まあ、XT3 がですね発売されてから結構ですね、まあ、そっちに流れている人もいますので、富士フイルムの方にですね、まあ、この辺がですね XT4 が出てきて本当にですねみんな XT4 をですね、まあ、結構欲しがるんじゃないかなというふうにですね思ったので、まあ、出た当初、まあ、品薄、まあ、そうですねコロナウイルスの影響もあるので、もしかしたらですね発売延期になるかもしれないんですけども、そうですね、まあ、これ4月に出たらですね、まあ、本当にですね私買うかもしれないですね、っていうか買うかも買っちゃうかも。はい、というわけでですね、まあ、今回 XT4 がですね、まあ、本日に、2月26日に発表されましたので、まあ、そのスペックとですね、まあ、内容についてお話をしていきました。この動画がですね良かったよっていう方はですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、こちらがですね、まあ、4月に発売予定なので、まあ、4月のですね発売までちょっと待ちたいと思いますので、もしかしたらですね私も買ってその時ですねレビューするかもしれませんので、その時はですねご視聴の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。